この制作の一番大事な部分というか、重要なものがですね、こちらになりますね。はい、こちらです。これはですね、シールです。シールになってます。これがね、もう今はですね、なんとコンビニ、ローソン、ファミリーマートのマルチコピー機ですね。マルチコピー機でなんとシール印刷というものができるようになっております。まあ、やり方は調べてくださいですが、これL 版、写真のサイズで200円でできます。で、まずそのスマホとかで、この画像、好きなね、自分の好きな画像を作っちゃいます。アクリルスタンドにしたい画像を作ります。まあ選んで、写真を選んで、まあ背景を、僕はね、背景を透過させて、いろんなアプリを使って背景を透過させて、で、せっかくなんでね、もったいないんで、合わせていくつか1枚にプリントしたシール印刷しました。まずはこれをシンプルに切ります。切ります。背景を白にしたんでね、ただただ切りますよ。まずはこの一番端のこの子で作ります。ただただ切るだけ。これはね、結構キワキワギリギリのところを狙った方が綺麗になりますね。白い部分があまり残らないように切った方が綺麗かなと思います。ちょっと僕ね、目がちょっと見えないんで、だいぶ荒くなっちゃいますけども、皆さんは丁寧にやってくださいねと。まあね、お試しなんで、切りやすいポーズにしたつもりですが、ちょっと一旦ここで切っちゃいましょう。よいしょ、切りまーす。このカメラを意識しながらね、ちゃんと切らないといけないですね。できるだけキワキワをいった方が後で綺麗になる気がします。専門家じゃないんでね、もっと上手い人がやったら、もっと僕が作るよりも上手にできると思います。ただ僕はね、アイディアを提供したいんで、よっと。アイディアをね、よっ。ね、生放送なんでね、あんまり、テンポよくはいかないですよ。切ったものがこちらでさ、ちょっとできないですよ。よっ。よっ。よし。まあ、こんなもんでしょ。よく見えないですけど、まあまあまあ、はい、できました。はい、できました。もっとね、皆さんは綺麗に切ってくださいね。まあ、本気を出せばね、ここでこのカッターとかでこのヘリの細かい部分を切ってたりとかしてもいいんですけど、まあちょっとそんな余裕ないんでやめます。下手すらね、首をチョンパしたりそうなんで。あ、コウカさんこんばんは。今僕の
アクスタを自分で作っております。はいで、さあシール、僕の形のシールができました。これをですね、次に出てくるのがこちらですね。じゃん、透明で見えないですけども、まあ、いわゆるプラ版ってやつですね。今回用意しました。100円ショップでも売っているプラ板と呼ばれるものです。これはプラスチックの、まあ、板ですね。これは厚さ、今回は 0.5mm の厚さのちょっと、まあ、しなるぐらいの、素材です。まあ、下敷きよりちょっと柔らかいかなぐらいの。これにですね、見えづらいですけどね、あのシールをですね貼っちゃいます。もったいないんでね、あの、まあ、こっちがいいか、こっちがいい、こっちがいいですけど、端っこの方にちょっとやります。はい、よいしょ、あの、はい、貼りましたけど、シールをこのプラ板に貼りました。で、あの、いろいろ動画とかで調べたら、このプラ板をそもそも使って、あの、アクリルスタンド作れるよっていうのも出てきたんですけれども、実際このプラ板使って、いろんな作ったりするのって、あの、なんかプリンターが行ったりとか、あの、オーブンでこう焼いて、この縮ましてみたいな、あの、すごく、あの、難しいってハードルが高い、ですよね。なんでだけど、今回は僕のアイデアで、ただこのプラスチックの板として使いたいと思います。そうです、温めると縮まるやつなんですけど、いや、あれにちょっとハードルを感じまして。で、これ貼ったところをさらに枠で切っていきます。この時にちょっと広めに取るとアクリルスタンドっぽくなりますね。1ミリ、2ミリぐらい外側を切ると、これもね、あの、切るときはうまく切ってくださいね、できるだけ。こっちで今ね、手元があれなんで見えづらいので、だいぶ安全に切りますけど、一回切っちゃいましたね。で、まあ、大体ね、できるだけずっと同じ幅で切っていきましょう。こんな感じかな。よいしょ。で、角はちょっと結構硬いんでね、あの、角は出ないように丸くしときますね。足のちょっと切ろう。あ、怖い。こうかな。よし、できました。じゃん、できました。だん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 できましたね。これでもだいぶアクスタっぽくなったんじゃないでしょうか。さて、次です。ここでですね、裏返しまして、ここで出てくるのが、じゃーん、爪楊枝ですね。爪楊枝を2本
取り出しました。裏にこの裏に今回ちょっとアロマアルファでいきますけど、まあ何でもいいんですけどね、裏に爪楊枝を貼り付けます。貼り付けます、2本、足にね。で、ここでポイントが、よいしょ、あれ、よいしょ、補強しますね。よしよしよし。で、ちょっとね、出てるのか出てないのか分かんないんで。2本。あ、これが足にもなるし、支柱にもね、なるんで、そのペニャリづらくなる効果もあると思います。よし。手につかないようにね、気をつけてくださいね。はい、足をつけました。ちょっと乾くので、ポイントがこの見えるかな、足がね、あのちょっとはみ出てるんですよ。この見えますか、表から見ると足をね、5ミリぐらいちょっとはみ出させてます。アクリルスタンドなんで、まだ表から後ろの裏の爪楊枝はそんな見えないですね。さあ、乾かしてる間に次です。次に用意するのがこちらですね。じゃーん。これは、発泡スチロールの板です。ただの発泡スチロールの板です。今回はまあ名前的にはスチレンボードという呼ばれているものを用意しました。厚さがですね、1センチかな、10ミリの発泡スチロールの板です。これも100円ショップとかで売ってたりしますし、ネットでも100円、200円、300円ぐらいで売ってました。これがもう分かるかと思いますが、アクリルサンドの土台になります。なんでただただ四角く切っていただければ大丈夫です。その作りたい形のが入りきればいいです。まあ、発泡スチロールなんで加工も簡単です。ハサミでも切れますし、カッターでも切れます。よし、こんだけ、こんだけです。で、あとはもうお分かりかと思いますが、先ほど爪楊枝を刺した、爪楊枝をくっつけたこちらの僕を刺すだけです。発泡スチロールなんで刺さります。ブスッ、どうですか。あ、できました、できました。いかがでしょう。ちょっとね、じゃーん、僕のアクリルスタンドが無事完成しました。簡単、多分黙ってやったら10分足らずでできてしまうようなものです。じゃん、こんだけ僕が思いついたやつで、何が僕がやっぱ考えてて楽しいなって思ったのが、
まあ、アレンジがね、すごく効くんですよ、これ。このやり方。例えば、このプラスチックの板に、まだちょっと皮切ってるのでね。こう、最初のこのシールを貼った時に、で、この切る時に、プラスチックの板を切る時に、例えばこう、透明なやつをこのぐらい、こう、大きく切って、透明なプラスチックだけの部分を作って、ここにこう、吹き出しみたいに、セリフを入れるとか、ファイトとか入れたりとかして、そのまま、アクスタにできる、たりするし、例えば、じゃあこの透明な部分の透明な状態で、もし、推しがいらっしゃるなら、透明な状態でこう、ツイッター持って行って、ここになんかメッセージ書いてくださいとか言っても、なんだ？世界に一つだけの、グッズができますし。ね？例えばじゃあ、この、大きく、もっと大きく、不透明な部分を作って、周りに、こう、絵を描いたりとかね。例えば、なんか、サイヤ人のこの気を溜めてるやつを塗ったりとか黄色く塗ったりとかしたらなりまオーラが出てるみたいになりますし、あとまあこのプラスチックも透明じゃなくてもいいですからね、まあ、赤にしたり青にしたり黄色にしたりしてカラフルになったりもします。そしてこの土台の部分もただの発泡スチロールなんでサイズとかも自在なんで、例えばもっと長でっかい木って例えば5人組グループとかを1人ずつ作ってこうステージに見立ててこう刺していくとかもできますし、でっかい発泡スチロールに刺したりもできますし、配置も自由にできます。で、これ もう四角じゃなくてもいいですしね、もう星型にしたりハート型にしたりとか何でも自分の切れる形で全部できるし、そう色つけてもいいし、もう何でもアレンジが効くし、あとこの爪楊枝今回は足に忠実にいわゆるアクスタっぽく作りましたけど、これをなんでこういうポーズをやったかというと、例えばこのこいつを壁にこう壁にくっつけて、この両面テープとかで壁にくっつけて、極端な話こう横につけることもできるんですよ、壁とかに。こう浮かんでるように飛んでるように演出したりとか、上につけて上をくっつけて浮かんでるようにしたりとか。だからこのポーズだとここの壁にこうつけてこう壁にこうつけてこう壁でわーってやってるみたいに爪楊枝を交差してね、壁登ってるよみたいな、本棚登ってるよみたいなことにもできるし、これはですね、このポーズはたまたま今日ドラクエの日って言われたんですけども、あらかじめ作っといたんですけどね、これデスタムーアのポーズなんですけど、この爪楊枝をかなり長めに取ってこう刺してはもう浮かんでるみたいにできますし、ね、浮かんでて、でここの玉をね
せっかくこう白いんで、ここ丸くシールを、丸いシールを作って、あのここに1個とここに1個やって、でこう浮かべるように刺してやればもうデスタムーアの完成水晶玉の、あ、これデスタムーアだったんです。後であのデスタムーア作ってあげますねデスタムーアです、水晶玉です。あ、なんで、かなりアイディアが広がる、本当やり方次第で僕なんかよりも面白い使い方が皆さんが考えた浮かぶのではないでしょうか。うん。まあだから刺さりさえすればいいんで、まあこんな殺風景な、殺風景なね、爪楊枝じゃなくても、もっとお弁当に入れるピックとかでも刺さりさえすればいいんで、そしたらもうちょっとポップに可愛くなったりするし、まあぶっちゃけプラスチック、プラ板を切る時点で、プラ板を切る時点で下をちょっととんがらして切ったら、まあ刺さんないことはないんですけど、まあやっぱ爪楊枝の安定するかなっていう気はします。あ、そうですね、同じものを作って裏もこう貼ったりもしてもいいと思います。裏にも爪楊枝挟んじゃって、どっちからもやったりとか、その背中も上手に写真を撮れたら、同じサイズにこうその 前後やってもできます。というで、まあこれもね、一回刺したけど、まあもう一回も刺せますし、場所も変えられますし、全然やりたい放題。ポンとしちゃった。なんでおすすめなんですよ。どうですかという30分でした。作って遊ぼうの 番組でした、はい、よくない？結構な敵ですよ。簡単に、まあ、もっとねシールを綺麗に切ったりとかすれば、もっと綺麗にできるしね、っていうものでした。これであなたもオリジナルグッズを、まあ僕がね、僕の体の形が非常に切りやすいっていうメリットもありますけどね。可愛いでしょ。ぜひこのアイディア広めてください。まあ、一応この動画 YouTube にもあげようかな、ね、後からパクられてそっちが拡散しちゃったら尺なんで、一応証拠だけ残しておきましょうかねいや一応ね、同じことやってる人いないかなっていうのはちょっと探したんですけれども、アクスタのオリジナルアクスタを作ろうみたいなのをいろいろ見たん、ざっと見たんですけれども、この方法はいなかったんで、僕が編み出したということにしたいです。いや本当簡単で、ハサミだけでできちゃう、ハサミと、まあ、ボンドぐらいでできちゃうんで、お子さんにもできるかな